テレビから消えたお笑い芸人7選。1、四千頭身。第7世代ブームで一気に知名度を上げたお笑いトリオ、四千頭身。そんな彼らが2023年4月29日放送のさんまのお笑い向上委員会に出演し、苦しい現状を語りました。共演者のとにかく明るい安村さんが、もっと第7世代を推していくべきと訴えましたが、メンバーの都築拓紀さんは先輩芸人によって第7世代が影を潜めたと主張。メディア露出の減少が激しく、芸人存続のピンチであることを明かしました。しかし実際には、霜降り明星をはじめ、お笑い第7世代と称される多くのグループは今も活躍しており、四千頭身の活躍の減退は彼らの実力不足にあるという厳しい意見がネット上では多数を占めていました。2023年3月21日放送のポカポカでも、メンバーの後藤匠さんが仕事の減少と経済的困難を公にしています。彼は家賃を下回る給与になったため、実家に帰ることを明かしました。しかし一方で、他のメンバーは比較的仕事が安定しているようで、特にメンバーの石橋亮大さんは、給与が83万円と後藤さんとの間に大きな差が。この告白に対しネットの反応は、四千頭身全体の実力不足と解釈するものが多く、彼らの人気の低下を懸念する声が強まっていました。さらに、四千頭身の YouTube 公式チャンネルの再生数も減少しており、ファン離れが顕著になっていることが指摘されています。2、ぺこぱ。2019年の M1 グランプリでファイナルステージに進出しブレイクしたぺこぱ。その後、ザ・突破ファイナルやヒルナンデスなど、一時は多くの番組に出演していました。しかし、2023年7月5日放送のあちこちオードリーで、シュウペイさんはレギュラー番組が減少していると語りました。また、森三中の黒沢和子さんからの厳しい指摘も、ぺこぱは確かに台本通りの行動をするので、スタッフからの評価は高いけど、その一方で台本通りすぎるため、爆発的な面白さが生まれず、共演する芸人も彼らと面白いことを展開させるという気持ちにならない。一流に行く魂がない、と熱く語りました。また、2022年8月18日に放送されたロンドンハーツでは、シュウペイさんが持ちギャグであるシュウペイでーすをかたくなにやろうとせず、スタジオの空気が悪くなったことで炎上。シュウペイ感じ悪い、嫌いになった、と SNS ではシュウペイさんへの批判が殺到し、この行為がきっかけで露出が減っていると業界関係者から噂されています。しかし、現在もレギュラーを続けている天才テレビくんハローや公式 YouTube チャンネルでの活躍もまだまだ見られるので、ここが踏ん張りどころのコンビです。3、ハンニャ。ズクダンズンブン群ゲームで一世を風靡したハンニャ。かつては爆笑レッドシアターや褒められて伸びるくんなどのレギュラー番組を持ち、テレビに引っ張りだこでしたが、最近では彼らのメディア露出が格段に少なくなっています。その背景には、カナダサトシさんの遅刻癖が大きく関係しているのです。特に、オールナイトニッポンやピラメキーノなどでの連続的な遅刻が問題視されていました。この遅刻の多さの原因は、カナダさんのお酒の飲みすぎ。結果として、オールナイトニッポンからの降板を余儀なくされました。カナダさん自身も、人気絶頂期には休む間もないほどの忙しさだったと語りつつ、お酒好きが原因で遅刻を繰り返していたことを認めています。さらに、彼らの姿がテレビから消えた原因として、トークの下手さも関係しているとネット上で噂に。確かに、コントでの実力は発揮していましたが、フリートークの際にはつまらなくなり、視聴率も上がらなくなったとされています。現在彼らのテレビのレギュラーは0本となっていますが、地方での営業や舞台出演を中心に活動を続けています。しかし、カナダさんの財政状況も厳しく、20代の頃に稼いだ2000万円以上の貯金が、ギャンブルや投資の失敗により、現在はほぼなくなってしまったと明かしています。4、ニャンコスター。
2017年のキングオブコントで準優勝を飾り、一気に知名度を上げたニャンコスター。縄跳びを使用した新鮮なコントは、大御所芸人たちから次世代のお笑いと評され、一時はその活躍が目覚ましかったのですが、現在は彼女たちをテレビで見かけることはほとんどありません。彼女たちが消えていた理由として、アンゴラ村長の芸歴の浅さと、スーパーサンスケさんのトーク力の不足が挙げられています。過去に一発ヒットした芸人がテレビから消えるケースは少なくありませんが、ニャンコスターに関しては、一度のチャンスをつかんだものの、実力不足のせいでその後の活躍の場が十分に用意してもらえず、メディアから消えていってしまいました。さらに消えた理由として挙げられているのは、アンゴラ村長の性格問題。なんと彼女は、好きの票が0票という圧倒的な嫌われぶりで、女が嫌いな女ランキングで1位になったことがあるのです。今日は上目遣いで歩くブスを見たから不機嫌だった、など、ツイッターでの不適切な発言から、性格が悪いというイメージがつきまとってしまいました。また、ニャンコスターが恋人同士であることを公にしていることから、その絡みがあまり好ましくないように受け取られることが多いようです。現在、ニャンコスターの活動は、単独ライブなど小規模なものが中心で、集客力もそれほど高くはない状態です。とはいえ、アンゴラ村長の縄跳びの腕前は確かなもので、現在は縄跳び関連の仕事を中心に活動されています。5、藤原しおり、元ブルゾンちえみ。藤原しおりさんこと、元ブルゾンちえみさんは、ブルゾンちえみウィズビーとして、35億が決め台詞のキャリアウーマンネタで大ブレイクしました。藤原さんは2020年3月末に渡辺エンターテインメントを退所し海外留学を目指していたようですが、新型コロナウイルスの影響で留学は叶いませんでした。事務所を退所してから全ての SNS アカウントを削除しましたが、その理由として元所属事務所との確執が噂されています。実際に藤原さんは SNS で渡辺エンターテインメントの退所の報告をし、彼女と事務所との間に方向性の違いがあったことを告白。藤原さんは女優としての仕事を希望していたのに対し、事務所から受ける仕事はバラエティ番組の出演が中心でした。藤原さんが2017年4月にスタートした月9ドラマ、人は見た目が 100% で、女優としての素晴らしい演技を披露していたことを考えれば、なぜ事務所が彼女に女優としての仕事を多く与えなかったのか疑問が残ります。また、芸人としての藤原さんには非常におしゃれな一面もありました。彼女は越野純子さんを尊敬しており、海外セレブの SNS を参考にファッションを楽しんでいることでも知られている海外志向な感覚を持つ女性でした。このような彼女の価値観や方向性が所属事務所と合わなくなった結果、退所を選択することになったのではないかとネット上で噂されています。6、8.6 秒バズーカー。ラッスンゴレライのネタで爆発的な人気を博した 8.6 秒バズーカー。彼らがテレビから姿を消した背景には、彼らに対する反日芸人の疑惑が浮上したからです。彼らのコンビ名、8.6 秒や持ちネタのラッスンゴレライなどが原爆の投下された日にちや原爆を投下する際の号令ラッスンゴレライに紐付けられるという話題がネット上に広がりました。しかしこの反日疑惑は彼らのデビュー前に浜谷姉さんがツイッターに投稿した内容が背景にあったようです。そのツイートは日本は終わった、中国とロシアに攻められるという内容で、彼は後にこの発言を無知からのものとして謝罪しましたが、すでにクレームは殺到。結果、彼らの出演番組はスポンサーからのクレームでお蔵入りとなりました。先輩芸人であるケンドー小林さんは、8.6 秒バズーカーが非常に急激にブレイクしたため、先輩からのアドバイスが得られなかったことが彼らにとって不運だったと語っています。実際には、彼らのコンビ名 8.6 秒は、中学のグラウンドでの50メートル競争のタイムに由来し、バズーカーはインパクトのある言葉として追加されたものだと語っています。
しかし、この疑惑により彼らは多くの仕事を失い、ブレイクからわずか3ヶ月でテレビから姿を消してしまいました。7、アキラ 100%。 2017年の R1 グランプリで優勝を飾り、一時売れっ子となったアキラ 100% さん。しかし、2023年現在はテレビの露出が減少し、彼が消えたとの噂が広がっています。彼の代名詞である裸芸は、今の時代のコンプライアンスの観点から見ると難しい状況があると業界関係者は語ります。教育上良くないとの意見や、抗議の声もあるとの声も。他にも裸芸人は存在しますが、アキラさんが他と異なるのは、本当の意味での全裸でパンツも履いていないという点です。しかし、アキラさんがテレビ出演を控えている背景には、他の理由も考えられます。彼はもともと俳優を目指しており、現在は俳優としての活動を本名の大橋明名義で行っています。過去には俳優養成所に通っていたとのことなので、彼自身の現在の活動が一つの夢の実現とも言えますね。加えて彼は2018年の新春レッドカーペットで持ちネタを生放送中に失敗し、それが SNS で拡散されてしまいました。これによって芸人としての今後が難しくなったとの声もあるようです。絶頂期に解散したお笑い芸人7選。1、コマンダンテ。2008年のコンビ結成以来、その独特な漫才スタイルで注目を集めていたコマンダンテの2人。彼らは絶頂期に解散したコンビです。同期にテレビ番組などにも数多く出演する見取り図や、コアなお笑いファンからの注目が高い金属バットなどがいた吉本興業の養成所大阪 NSC29 期で出会った2人。一度は在学中に解散していますが、2008年に再結成。翌年には結成2年目にして M1 グランプリで準決勝に進出するなど注目を集めました。2017年には活動拠点を東京に移し、精力的に漫才を行っていたコマンダンテ。その努力が認められ、テレビ番組への出演こそ少なかったものの、吉本の劇場では見ない日がないほどの人気者に。2022年には人気お笑いユニット大宮セブンにも加入し、その年の劇場出演本数はなんと1000本近くを数えるなど、吉本を代表する劇場芸人にもなっていたコマンダンテでしたが、日本全国15都市を回る単独の漫才ツアーを目前とした5月2日に突如として解散を発表。スケジュールを全キャンセル、収録済みのテレビ番組もある中での解散ということもあり、ファンからは驚きの声が上がりました。未だに解散についての明確な理由が明かされていないコマンダンテ。ファンが納得できるような解散理由が明かされる日が来るのを待つばかりです。 2. フォークダンスで鳴子坂。期待の天才芸人として称され、解散してもなお名前が語り継がれるフォークダンスで鳴子坂。彼らが伝説化しているのは、絶頂期に解散したというのも大きな理由でしょう。1991年にデビューし、翌年には人気テレビ番組めちゃめちゃイケてるの前身番組であった新しい波に出演し、同じくフジテレビ系列の人気番組ボキャブラ天国でも人気を博すなど、早くから頭角を現したフォークダンスで鳴子坂。1994年にはコンビで雑誌ジュノンに掲載されるなど、女性からの支持も絶大でありながら、芸人からの支持も受けているという得意なコンビでした。しかし、自身を売り出してくれた存在であり、最も信頼していたマネージャーが事務所の都合で自身らの担当を外れたことに対して、ボケ役でありネタ作りも担当していた桶田慶太郎さんは激怒。芸人の引退を決意したことにより、1999年12月、絶頂期の中で解散となってしまいました。その後、桶田さんはお笑いと並行していたバンド活動に注力。ツッコミ役であった村田渚さんも新たに花エンジンというコンビを結成し、 M1 グランプリで準決勝進出を果たすという見事な功績を残すなど、互いに精力的に活動していましたが、村田さんは2006年11月にくも膜下出血により35歳で命を落とすと、2019年には桶田さんも48歳で命を落とし、
もう一度コンビでの姿を見ることは決して叶わぬ夢となってしまいました。同時期に活躍していた爆笑問題の太田光さんからも、天才すぎて売れなかったと言わしめるほどの存在だったフォークダンスで鳴子坂、今でもその伝説はお笑い界で語り継がれています。3. ダブルヤング。日本のお笑い界を支える存在でありながらも、まさかの事態によって突然の解散を余儀なくされたのが漫才コンビダブルヤングです。1964年に結成すると、県名や動物、酒やタバコの銘柄などの固有名詞を織り込んだ漫才スタイルで頭角を現し、安志清が最も恐れた漫才師との異名も得たダブルヤング。大阪を中心に息の長い活躍を続けていましたが、1979年10月にメンバーの一人である中田春夫さんが突如失踪。数週間後に熱海の海岸で自ら命を絶っているのが発見されました。漫才師としての絶頂期にもかかわらず自ら命を絶った理由は、本人が事業の失敗や野球賭博によって抱えてしまった膨大な借金。これに関しては相方である平川幸雄さんも一部の借金を肩代わりしていたものの、実際には中田さんの手元にはさらに膨大な借金があったため、自ら命を絶ってしまいました。絶頂期にコンビを解散し、同時に相方も永遠に失うこととなってしまった平川さんは、中田さんの棺を前にして、なんで死んだんやと絶叫。しばらくはピン芸人としての活動を続けていたものの、1984年に吉本新喜劇の座員であった佐藤健さんを誘ってコンビを再結成。コンビ名は再びダブルヤングで、平川さんが78歳で亡くなる2019年までコンビとしての活動が続けられました。4. キングオブコメディ。芸人仲間からも強く認められるコント師でありながら、まさに青天の霹靂ともいえる解散をしたのがキングオブコメディの2人です。2000年にコンビを結成し、2002年、2003年にはコント師でありながら M1 グランプリの準決勝まで進出したキングオブコメディの2人。2010年にはコントナンバーワンを決める大会キングオブコントにおいて本職であるコントで優勝を果たし、その後はボケ役である今野弘樹さんは俳優としての活躍の場を広げ、ツッコミ役の高橋健一さんもその独特のキャラクターでテレビ番組に出演するなど、個人でも活躍を続けていました。しかし優勝からわずか5年後の2015年、メンバーの高橋健一さんが逮捕。東京都内の高校に侵入して女子高生の制服など24点を盗んだ窃盗及び建造物侵入の容疑であり、芸人になる前から同様の行為を行っていたことを自白しています。所属事務所であるプロダクション人力車は高橋さんとのマネジメント契約を解除。今野さんは以前から続けていた俳優としての仕事を主に行っています。 5. Uターン。現在もタレントとして活躍する土田晃之さんが所属していたお笑いコンビ Uターン。彼らも絶頂期に突如として解散したコンビです。 Uターンの解散理由は主に土田さんの尖りっぷり。デビュー当初から学生の賞レースで結果を残すなど見事な活躍を見せていた Uターンでしたが、ネタを作っていた土田さんはそれで天狗になっており、ダウンタウンを2年で抜けると豪語。それ以外にも常に尖っており、先輩などに対しても無礼な行動や言動を繰り返していました。その土田さんの振る舞いに恐怖を覚えた相方である対馬守博さんは内緒で就職活動を開始。就職が決まると突如として芸能界引退を宣言し、 Uターンは解散となりました。 6. ソーセージ。大阪を代表する若手芸人として活躍しているお笑いトリオソーセージ。彼らも突如として絶頂期に解散を余儀なくされたコンビです。それぞれ過去に別コンビで活動していた3人で結成されたお笑いトリオソーセージ。結成したその年には M1 グランプリで準決勝に進出し、翌年以降はキングオブコントでも準決勝に進出するなど見事な結果を残すと、2011年には大阪の権威ある賞である ABC お笑い新人グランプリで優秀新人賞を受賞。大阪で自身の冠番組も始まるなど、
周りから羨望の眼差しを受けるほどの活躍を見せていました。しかし2012年7月にメンバーの一人である藤本隆さんが元交際相手の女性への暴力容疑で逮捕、相手との示談が成立したことにより不起訴処分となったものの、所属事務所である吉本興業から無期限謹慎処分を受けたことにより自らの意思でトリオからの脱退を決意、2012年10月15日をもってソーセージは解散となってしまいました。その後残ったメンバーである秋山健太さんと山名文和さんはお笑いコンビアキナを結成、 M1 グランプリとキングオブコントの両方で活躍を見せています。7ベイブルース。次世代の大阪を支える存在と目されながらも絶頂期に解散という形を余儀なくされたコンビ、それがベイブルースです。1988年に大阪市立桜宮高等学校の硬式野球部の同級生で結成されたベイブルース、1984年4月にデビューしてからは1年目で大阪の権威ある賞である NHK 新人演芸コンクールで優秀賞を獲得、その後も1990年には上方漫才大賞新人奨励賞、 ABC お笑い新人グランプリ最優秀新人賞、 NHK 上方漫才コンテスト優秀賞を次々と獲得し、レギュラー番組も持つようになりました。しかし1994年10月中旬、ロケへと向かう車の中でボケ役の川本英徳さんが突如として体調不良に。それから病院に入院したものの、川本さんの体調は良くなるどころか悪くなるばかりで、わずか2週間後には劇症肝炎による脳出血によりわずか25歳で亡くなってしまいました。まさかの形での解散となってしまったお笑いコンビベイブルース、相方である高山智博さんはそれ以降叫びたりになった時期もあったそうですが、なんとか芸人として復活、2001年以降はお笑いコンビケツカッチンとしても活躍しています。実は引退していたお笑い芸人、1夢屋まさる、歌手であるキャリーパミュパミュさんの新宿イヤホイのメロディーに乗せてパンケーキ食べたいと連呼するリズム芸でブレイクを果たし、現役の慶応義塾大学生という高学歴芸人としても知られた夢屋まさるさん、彼も実は現在は芸能界から引退している芸人の一人です。デビューから数年、20歳の時に日本テレビ系の正月の特別番組ぐるない面白そうで注目を集め、世界仰天ニュースなどの様々なテレビ番組に出演していた夢屋さん、しかし飽きられやすいリズム芸という芸風もあり、すぐにその勢いは失速、テレビ番組への出演は激減してしまいました。普通の一発屋芸人であれば新たなリズムネタなどを開発して2発目を狙ったり、一発屋芸人としての自虐ネタなどに活路を見出すものですが、そこは現実を見据えている現代一個。2022年の大学を卒業するタイミングで所属事務所であるサンミュージックを退所し、そのまま芸能界からも引退することを発表しました。同年3月27日に最初で最後の単独ライブルビンの壺を開催し、芸能界を引退した夢屋さん、現在ではテレビ朝日にコンテンツ制作ビジネス部門の社員として入社し、裏方としてテレビ番組を支えています。2. ザ・プングル松尾陽介、 M1 グランプリ2007で決勝進出を果たし、ボケ役である加藤歩さんの悔しいですの一発ギャグなどでテレビ番組に出演していたザ・ブングルの2人、そんな中でも極端なまでの運動神経の悪さでアメトークの運動神経悪い芸人の事実上のレギュラーを務めていたツッコミ役の松尾陽介さんは実は芸能界を引退している芸人の一人です。テレビ番組へ数多く出演していた松尾さんが引退を考えるようになったのは2019年のこと。この年ザ・ブングルの2人は特殊詐欺グループとされる反社会勢力が主催する会合への闇営業を行ったことから、6月24日から8月31日までの2ヶ月以上謹慎処分となってしまいました。この謹慎により仕事が激減、復帰後もコロナウイルスの流行により
お笑い芸人全体の仕事が激減してしまったことから、そろそろ別の仕事を考えないといけないなと感じ、芸能界引退を決めたそうです。現在は起業家に転身し、企業のマーケティング支援、国内外における人材や案件の仲介、お笑い芸人のセカンドキャリア創出などを目標として掲げる株式会社お祭りを設立。しかし芸能界引退後もアメトークへは一般人として出演するなど、完全に身を引いたわけではないようです。3、入江慎也。お笑いコンビ空手家のツッコミ担当として、高校の同級生である矢部慎太郎さんと活動を続けていた入江慎也さん、芸能界で活躍している時期には人脈がすごい芸人として知られていた彼ですが、その人脈が原因で芸能界引退の浮き目にあっています。入江慎也さんが引退するきっかけとなったのは、2019年6月に発覚した吉本興業所属のお笑い芸人たちによる闇営業問題。入江さんは事務所を通さずギャラを受け取る闇営業を振り込め詐欺グループと行い、その中で多くの吉本興業の芸人を仲介していたことが判明。これに対して吉本興業側は入江さんのマネジメント契約の解消を発表し、そのまま芸能界引退となりました。契約解消後は清掃業のアルバイトに勤しんでいたという入江さん、しかし幅広い人脈を形成していたバイタリティはどうやら本物のようで、後に自分自身で清掃会社を立ち上げ、なんと社長に就任。充実した第二の人生を送っています。4、岡本麻里。女優の広末涼子さんのモノマネでブレイクを果たし、可愛すぎる女芸人としても知られた岡本麻里さん。彼女も実は芸能界をすでに引退している芸人の一人です。2010年4月に自身のイメージ DVD を発売すると、オリコンアイドルイメージ部門でお笑い芸人として初めてとなる首位を獲得し、2013年9月には奥さんにしたいお笑い芸人総選挙で1位に輝くなど、お笑い芸人として異例のアイドル的な人気を誇った岡本麻里さん。しかし当の本人は芸能生活は長くても30歳までと考えていたそうで、30歳を迎える前の年である2018年の3月に所属事務所を退所し芸能界を引退。自身の経営する会社である株式会社ミントの経営に専念することを発表しました。しかしその後も映画の原案を手掛けるなど芸能界との関わりは続けており、2020年には YouTube 上に自身のチャンネルである岡本麻里チャンネルを開設。2023年の3月には自身の出身地である群馬県より群馬特使を委嘱されるなど、マイペースな活動を続けています。5、小林賢太郎。多摩美術大学の同級生である片桐仁さんとコントグループラーメンズを結成し、その独特なセンスから現在でもカルト的な人気を誇っている小林賢太郎さん。彼も実はすでに芸能界を引退している芸人の一人です。ラーメンズとしての活動は2009年から行っておらず、それ以降は基本的に脚本や演出を担当する裏方としての活動を行っていた小林賢太郎さん。所属事務所の移籍などの動きがありつつも、正式な引退表明を行っていなかったため、往年のラーメンズファンからは復活の可能性がたびたび取り沙汰されていましたが、2020年12月に所属事務所であるトゥインクルコーポレーションを通して突如としてパフォーマーとしての芸能界引退を表明。理由として小林賢太郎さんは自身が足を悪くしたことを挙げており、今後も執筆活動などを続けることを表明していました。現在も自身の過去作品に対する批判などで解任となってしまったものの、東京オリンピックのショーディレクターを務めるなど精力的に活動を続けています。6、エスパー伊藤。上半身裸にクロスパッツ姿という独特な風体と、ボストンバッグの中に自分自身が入るなどのパフォーマンスで人気を集めたお笑い芸人エスパー伊藤さん。彼も
現在では芸能界を事実上引退してしまっている芸人の一人です。エスパー伊藤さんの引退の方が駆け巡ったのは2018年の12月。自身のブログにおいて怪我の治療に専念するため2018年12月末日をもって芸能界を引退すると発表しましたが、本人は同月の25日に記者会見を開き、引退は誤解であると発表。ブログ制作の協力者との誤解のため引退と誤って伝わったとしていましたが、右辺整形股関節症と突然眠気が襲ってくる原因不明の症状のため休業を余儀なくされます。その後、股関節の手術後に多発性脳梗塞を発症、その影響で長い入院生活を送ることになったほか、言語障害と顔面麻痺も発症。エスパー伊藤さんもこの時点では取材に訪れたテレビ番組に対して、また一緒にライブやりたい、早く治して復帰したいですと答えるなど芸能界復帰への意欲を示していたものの、脳梗塞の影響で認知症も併発、それもかなりのスピードで進行しているそうで、所属事務所の社長によると半分寝たきりの状態であり、芸能界復帰はほぼ不可能であると語られています。7、伊藤逸司。芸能界は引退していないものの、芸人からは引退していると自ら語っているのが、現在では俳優や映画監督として活躍する伊藤逸司さんです。かつてはお笑いコンビ130R として相方の香港さんと共にダウンタウンファミリーとして知られていた伊藤さん、あの松本人志さんからも天才と称えられるほどだった彼ですが、2018年に映画監督俳優として受けたインタビューにおいて、近年のお笑い界に関してもう僕らの時代ではないですよと一言。お笑いで昔できたことが今はできなくなっているので若手は大変だなとは思いますと、近年の若手を取り巻く環境をおもんぱかりながら、僕はお笑いにもう未練はありませんけどねときっぱり言い切り、すでにお笑い芸人からは引退していることを語りました。2017年には芸人としての後輩であるピースの又吉直樹さんが書いた小説火花を映画化する際の監督を務め、2023年現在も俳優として数多くのドラマへと出演している伊藤さん、大喜利の回答の鋭さなどには定評があるだけに、この引退宣言は寂しいものがありますね。芸人を辞めたが本当に面白かった人たち7選。1、田上芳恵。独特のスタイルの一人コントで一世を風靡し、女性ピン芸人の中でも群を抜いたネタの完成度を誇った田上芳恵さん。彼女は芸人こそ辞めてしまったものの面白かった芸人の一人です。1996年にお笑い事務所人力車の養成所であるスクール JCA の5期生として中途入学し、現在でも人気のお笑い芸人ドランクドラゴンらと卒業を迎えた田上さん。そしてデビューから4年目となる2000年には NHK の大人気お笑い番組爆笑オンエアバトルに出演。10組中5組しかオンエアとならないルールにもかかわらず、いきなりのオンエアを果たし、その後最大9連勝を果たすなど、数少ないネタが面白い女芸人として活躍を続けていました。2013年にはピン芸人のナンバーワンを決める大会 R1 グランプリに初の決勝進出を果たすなど、いつブレイクしてもおかしくないほどにネタの完成度を評価されていた田上さんですが、なかなかテレビ出演の機会は訪れませんでした。そして2023年3月24日には同世代のお笑いコンビである非赤連休の藤井ペイジさんの YouTube チャンネルにおいて、芸人を前年の1月限りで引退していたことを公表。田上さんは引退を決めた理由として、短命の家系で10年ぐらい前に親が亡くなり、死というものを間近に体感してからぼーっと生きてるのはもったいない、もっとやりたいことをどんどんやっていかなきゃと思ったと語っていました。2、手賀沼純。2014年に行われた歌ネタの賞レース歌ネタ王決定戦2014で怪文ネタを武器に見事優勝を果たし、
お笑いファンからは一定の知名度を獲得した手賀沼淳さん。彼も芸人を辞めてしまったものの、面白かった人物の一人です。早稲田大学在学中に、同大学のお笑いサークル内のユニット、ワゲに所属していたことで、プロデビューを果たした手賀沼さん。同ユニットの中には、ピン芸人として大ブレイクを果たす前の小島よしおさんや、キングオブコント2013で優勝を果たす前のカモメンタルの二人が所属していました。ワゲは、スタイリッシュなコントスタイルで人気を集めたものの、2006年に解散。一人で芸能界に放り出される形となった手賀沼さんは、一時期ミュージシャンへと転向しました。しかし、お笑いへの関わりも続けておきたいという理由から、賞レースへは積極的に参加。R1 グランプリ2012で準決勝進出を果たし、注目を集めると、2014年には前述の通り、歌ネタ王決定戦で優勝を果たしました。優勝後しばらくは、お笑い芸人としてネタ番組に出演するなど、活躍を続けていた手賀沼さんでしたが、徐々にネタがマンネリ化し始めると、テレビ出演は激減。特にコロナウイルスによる世界的なパンデミック以降は、目立った活動は見られず、ファンたちを心配させていましたが、2022年6月、先輩芸人とのウェブ動画にて、芸能活動をもう行っていないことと、所属事務所からプロフィールも消してもらったことを告白しました。また、2022年12月には、自身のツイッターで芸能界からの引退を発表。現在では、ツイッターアカウントも消えている状態となっています。3. シンプル内藤。全国的な知名度はないものの、一部でカルト的な人気を誇り、引退した現在でも本当に面白かったと語られているのが、ピン芸人のシンプル内藤さんです。大学を卒業後、プロダクション人力車が経営する養成所である、スクール JCA に入学し、プロデビューを果たしたシンプル内藤さん。しばらくは臥薪嘗胆の時が続きますが、2019年8月に自身の主催ライブにて、カラスに乗って、という歌ネタを披露していたところ、そのネタがたまたま同ライブを訪れていた伊集院光さんの目に留まり、シンプル内藤が面白かった、とツイートされるとともに、ラジオでもそのネタの詳細が語られました。また、2019年12月発売の週刊少年ジャンプの目次ページに掲載されたワンピースの作者である小田栄一郎さんの最近ハマっているものベスト3において、カラスに乗ってがランクイン。小田さんからも、革命軍のテーマにさせてもらえないかな、と評されたことによって、お笑いファンとワンピースファンから一定の知名度を得るという、非常に特殊な状態となりました。しかし、その後の芸人活動は芳しくなく、2021年4月に自身のツイッターで、自分の中で強いアイデアが出せなくなってしまった、と芸人引退を表明。引退から再就職に挑むまでの様子は、日テレニュース24からの密着取材を受けていました。4. ジャリズム、山下重則。現在は、インタビューマン山下の名義で、元芸人かつフリーの芸能記者として、様々な雑誌に寄稿をしているほか、情報番組への出演などを続けている山下さん。彼も芸人時代は、周りから非常に評価が高かった人物です。1991年に、同期である渡辺敦夢さんとのコンビ、ジャリズムとして人気を集め、当時、吉本興業の若手芸人が出ていた、心斎橋筋二丁目劇場においては、名ツッコミ、二丁目のプリンスともてはやされていた山下さん。しかし、1998年に、他の若手芸人が台頭してきた不安から、ジャリズムを解散し、吉本興業のマネージャーに転向することを希望。結局、山下さんは、マネージャーに転向することをやめ、ジャリズムの解散撤回を申し出たものの、渡辺さんに拒否されてしまったため、ピン芸人としての活動を余儀なくされました。その後、別の漫才コンビとして活動や、ジャリズムの再結成、再解散などの紆余曲折を経た山下さんでしたが、2017年に芸人を引退し、記者への転向を発表。現在もフリーランスの記者として活動を続けています。5. 村田渚。本当に面白い芸人として高く評価されながらも、悲哀に満ちた芸能界からの去り方をしてしまったのが、村田渚さんです。
同級生である桶田慶太郎さんとのコンビ、フォークダンスで鳴子坂時代から、その天才っぷりが高く評価され、爆笑問題やネプチューンらとしのぎを削っていた村田さん。同コンビ解散後も、ピン芸人としての一人コントで、数々のネタ番組の出演を果たしたほか、2005年5月に結成した、元坂道コロンブスの松岡慎吾さんとの新コンビ、花エンジンでは、同年の M1 グランプリに初挑戦で、いきなり準決勝進出を果たしていました。新たなコンビでのライブ出演なども増え続け、ついに本格的なブレイクを果たすと思われていた村田さん。しかし、2006年11月12日、村田さんは東京都品川区のマンションで息を引き取っているのが発見されました。くも膜下出血が原因とされた天才芸人の死。しかし、所属していたソニーミュージックアーティストのお笑いライブハウス名が、村田渚さんの名前が由来のビーチ部になり、現在でもお笑い番組において特集企画が組まれるなど、現在でも村田さんの面白さは後世に伝えられています。6、清水圭。お笑いコンビ、圭秀のメンバーであり、同志社大学出身の元祖高学歴芸人としても知られる清水圭さん。彼も芸人を辞めたものの、本当に面白かった芸人の一人です。関西で数多くのレギュラー番組を抱え、探偵ナイトスクープでは名物探偵として活躍した清水さん。1993年に東京に進出してからは、世界ウルルン滞在記や奇跡体験アンビリーバボーなどの人気番組のレギュラーを獲得し、全国区のタレントとなりました。しかし、2012年以降は、徐々にレギュラーを外される番組を多くなり、やがてレギュラー番組はゼロになるなど、芸能活動は縮小状態に。2022年4月には、自身のブログ上にて、モチベーションがなくなったという、誠に個人的で勝手な理由です。普通のおじさんから普通のおじいさんになる。と、芸能界引退を示唆し、所属していた吉本興業の所属タレント一覧からも、名前が消えました。ただの運だけでは、これほどのテレビ番組レギュラーは獲得できないでしょうから、実力のある芸人の一人だったのでしょうね。7、神岡龍太郎。探偵ナイトスクープや、鶴瓶神岡パペポ TV などのテレビ番組で人気を集め、大阪ナンバーワン司会者としても知られていた神岡龍太郎さん。彼は芸人を辞めたが面白かった芸人の最たる例でしょう。関西で人気を集めた後は、東京への進出を果たし、司会者としてもはや不動の位置を手にしたと思われていた神岡さん。しかし、デビュー40周年の1997年に、僕の芸が通用するのは20世紀まで。芸能生活40周年を迎える2000年の春になったら、完全に隠居する。とまさかの宣言。その言葉の通り、数多くのレギュラー番組を持っていた状態の2000年4月に彼は芸能界を引退、完全な隠居生活に入ってしまいました。その後も芸能界復帰の予測記事などが出る中でも、決して表舞台に姿を現さなかった神岡さん。そして2023年5月19日、とうとう芸能界復帰は果たさないまま、肺がんと間質性肺炎により81歳で亡くなりました。今後もお笑い芸人に関する動画を上げていきますので、高評価、コメント、よろしくお願いします。